ルーマニア鉄道のインターシティ刷新の象徴でもある、デジロルーマニア鉄道は、ルーマニアの国営鉄道会社である。通称、CFR と呼ばれ、路線網は 11,380km、有志そのうち 3,971km は、電閣間となっている。総距離は 22,247km と、なりそのうち 8,585km は、 電化されている。ルーマニア国内の重要な路線網となっているだけでなく、欧州域内のネットワークの一端も担っており、旅客、貨物輸送が行われている。CFR の営業開始は1880年からで、ルーマニアの領域に初めて鉄道が敷かれたのは1854年である。CFR は4つの企業体に分けられている。ルーマニア鉄道は、 本社が首都ブカレストに置かれ、ブカレスト、ブラショフ、クルージュイコールナポカ、コンスタンツァ、ガラツィ、ヤシ、ティミショアラの各主要都市に地方組織が置かれている。国際鉄道連合の UIC 番号は53となっている。現在のルーマニアでの領域で初めて鉄道が開業したのは、 1854年8月20日で、バナトのオラビツァとドナウ川の河口であるバジアーュである。この路線は、全長62.5キロメートルで、もっぱら石炭の輸送に使われていた。1855年1月12日から、ミカドリツ王立オ,オーストリア国鉄が運営を開始した。当時、バナトは、オーストリア帝国の統治下にあった。その後、 いくつかの改良を経て1856年11月1日より旅客輸送が開始されている。1864年から1880年にかけてルーマニア王国の領域ではいくつかの鉄道が建設されている。1865年9月1日に英国企業であるジョン・トレバー・バーカリーがブカレスト・ジュルジュ間の路線の建設を開始した。 ルーマニア王国の委託により1869年8月26日に開業した。ブカレスト、ジルジュ間の鉄道は、当時のルーマニアの領域に敷かれた、最初に敷かれた鉄道である。1854年に開業したオラビツァ、バジアーシカの鉄道は、その当時、オーストリア・ハンガリー帝国の領域であったが、現在は、ルーマニア領である。 1866年、ルーマニアの議会は、ルーマニア南部のブルチョローバから、北へ向かいピテシティ、ブカレスト、ブザウ、ブライラ、ガラツイ、テクチに至る 915km の鉄道建設を、可決した。これらの都市は、人口が集積する主要都市である。建設費は、当時の金額で 1km あたり27万、ゴールドフランで、 ドイツシュトランスベルク企業体と契約している。この路線は何期かに分け開業しており、最初の区間であるピテシュティブカレスト、ガラッチマイナスローマンは1872年9月13日に開業し、ブルチョローバーピテシュティの区間は1878年5月9日に開業している。ブルチョローバーローマン間の路線は旅客、貨物両方にとって、 ワラキアとモラビアの主要な都市を結びつけることから、ルーマニアの鉄道インフラでは重要な区間である。1868年9月10日に、ブカレスト北駅が完成する。1880年、ルーマニア議会は、ブルチョローバローマン間の所有権を、ドイツシュトラウスベルク企業体の支援から、国営鉄道の CFR への所有権の異常が、可決されこの時、今日まで存続している。 CFR が発足する。最初の CFR は、ローズ・カリンダル、ステーティス級、ファルコアムによって発足した。1868年5月、ルーマニア政府は、他のドイツの企業体である、オッフェンハイム企業体に、モラビアのいくつかの短距離の鉄道建設の合意を固める。この路線は224キロメートルでローマン、スチャバパシカニ、ヤシ、ベレンシュティ。 ボトシャニである。1870年、ヤシ駅が開業し、建設が行われていた路線も1869年12月から1871年11月にかけて、順次開業している。オッフェンハイム企業体の貧弱な運営により1889年1月に CFR の運営に変わった。1889年、ルーマニア王国の国営鉄道は、 総延長 1377km に達した。1918年、歴史的な地域であるトランシルバニア、バナト、ベッサラビア、ブコビナが、ルーマニア王国によって大ルーマニアの半島の下にあった。その結果、オーストリア・ハンガリー帝国やロシア帝国の支配下にあった鉄道の所有権も CFR の下に移った。これらの変化により、 オーストリア・ハンガリー領にあった、アラドの車両製作所や製鉄工場は重要な意味を持つようになり CFR で使われる幅広い車種や機関車の製造が行われた。この間、様々な区間で輸送量の増加から複線化が行われている。最初に複線化が行われたのは、ブカレスト・プロイエシュティ・クンピーナ間の路線で1912年に完成している。戦艦機 他の路線でも伏線化が進められた。1920年代、1930年代を通じて CFR は新たな機関車を購入し幅広く近代化に投資を行っており、ディーゼル機関車の導入や機動車の導入なども行われた。一方で1933年にはルーマニアの鉄道市に残る大きな出来事として労働条件の悪化などから ブカレストのグリビーツァで鉄道労働者のストライキが発生し警官隊との間で衝突が発生した。第二次世界大戦後の1947年にルーマニアは共産主義の共和国となり荒廃した。鉄道インフラには他のインフラに比して多くの投資が行われた。鉄道は共産主義のルーマニアのリーダーであるゲオルゲ。 ゲオルギュデジア後の独裁者であるニコライ・チャウシェスクの下で進められた急速な工業化のシンボルであった。それによって輸送量は増え新たに様々な新路線の建設が特に地方で行われ電化や伏線化が共産主義時代には進められた。ルーマニア発の電化路線はブカレスト・ブラショフ間で1959年に着工され最初の区間であるブラショフ。 プレデアル館が1965年12月9日に開業し、1966年4月20日には、プレデアルからさらに延伸され、クンピーナまで開業する。全体の完成は1969年2月16日で、電化方式は交流 25KV50Hz である。エレクトロピュタリー社が、 アセアライセンスで生産する電気機関車1970年代中頃、蒸気機関車は主役の座から完全に追われ変わって、電気機関車やディーゼル機関車が標準となっていった。ルーマニアではそのほとんどの機関車がアラドのアストラ工場で製造されている。ルーマニア革命以後、共産主義政権が崩壊するまで欧州の鉄道網の中でも高い輸送密度を誇っていたが、 同時にインフラは古くなっていた。市場経済への移行による経済の低迷も相まって、1990年代、CFR の輸送量は減少期に入っている。輸送量が少ない地方路線は廃止され、1970年代に導入された車両は修繕が行えず荒廃していき CFR は国外、国内問わず貧弱なサービスと管理体制の 無秩序さを印象付けてしまっていた。このような状態は1998年まで続いていた。ルーマニア国鉄は1998年に5つの独立した企業体コンパニアナッツヤならでかいファライト CFRSA、CFR カラトリー、CFR マルファ、CFR ジェバロ祖父に分割された。分割により、 ルーマニアの鉄道は2000年代には経済の回復もあり改善されルーマニア政府の投資もあり周辺国の中では鉄道運営で再び最も成功したものと考えられている1989年以降いくつもの支線が廃止され特に産業目的の狂気路線がその対象となっていたこれらの路線では市営の路線バスとの競争や旅客数の少なさが 原因となっている。トゥルダ・アブルド・間の路線は、自家用車やバスとの時間的な競争においては全く、勝負にならず 93km の距離を6時間半も、用していた。他の視線でも廃止が、相次ぎ、特に、ティミシュ県では老朽化が進んだ線区や関山路線、2005年の大洪水の被害を受けた線区で廃止が進んでいる。 1000から 1500km の路線は CFR の運営から切り離され地方では1990年来ほとんど廃止されている。しかしながら実際には他の旧共産圏の国であったハンガリーや旧東ドイツ地域に比べるとあまり思い切ってはおらず私鉄により運行が継続されている路線もある。いくつかの標準機の路線は実際再開され、 狂気路線の中でも SFT により観光用に再開された路線もある。すべての森林鉄道は1989年以後も運行が継続され民営化や林業会社に売却されている。2000年現在、47,560人余りが CFR に雇用されていた。2010年7月、25,382人が現在運営されている。 企業体から削減された。2000年代初め、CFR は国内外に印象付けられていた、貧弱なサービスや老朽化した車両の改善を行うため幅広い投資に着手した。最初の取り組みとして、急行やインターシティの大部分の車両が一新されることになり、インターシティのネットワークも拡大された。戦略的な成長策として、 インターシティの路線網の拡大を行う中、2003年新たに、シーメンス製の車両デジロが導入され一部は、アラドで組み立てられている。青いやセージェータ・アルベストラの相性がつき、準急や急行、インターシティなどの中距離列車に使われている。デジロは、CFR の現代化の象徴とされているが、本来で、ジロは短距離の近郊列車に使用される機動車。 電車編成であり、ルーマニアで使用されている機動車編成はそれを、幹線鉄道の急行に使用していることから硬い座席や遅い速度、防音対策の不足から批判されていた。CFR ではこれらの批判に応え、2004年から導入した新しいデジロでは、防音対策の改善、110座席の代わりに広い、間隔を備えた70座席の車両に改善した。 CFR では中距離の列車では、デジロの使用を継続しているが、いくつかの長距離路線では、他の更新車両を現在では使用している。デジロの導入に並行して80両の中古の、新台車、クシェット、インターシティ用、準急や急行に使用する大量輸送用の2階建て車両などの、客車を購入している。新しい CFR の新台車の一部は現在、 欧州でも最もモダンなものの一つとして各個室にエアコンや液晶画面、シャワー等を備えた車両もある。機関車の一部もまた60型、61型の導入等広く更新が図られている。現代化計画の中でエクスセルシステムによりルーマニアでは広く乗車券類発行の電算化が行われた。エクスセルは2004年11月に ブカレスト機待機に導入され、現在では、ルーマニアの主要都市の大規模駅に導入されている。2003年に、ルーマニアの携帯電話会社、コネクス GSM ロマニア、現在のボーダホンによって、CFR による時刻検索や予約システムが提供され、現在24時間コネクスの顧客は652の3桁の番号にかければ、列車の予約をしたり、 運行状況を知ることができる。他の会社も2004年から同様のサービスを合意している。CFR すべての列車での禁煙は2006年9月1日から施行された。CFR のサービス改善は継続され、現在では周辺国に比べても最高の状態にあると考えられているが一部では CFR は利益の面でまだ至っていないことや財政面で インフラの近代化が進んでいないと考えている。特に現在のルーマニア政府は、高価な鉄道整備に比べ道路整備に熱心である。CFR では、ブカレスト、コンスタンツア線の改良を行うための大きな、インフラプロジェクトが2006年4月より開始され2008年頃に、時速 140km から時速 200km への、速度向上と、 線路容量の増加が2008年中頃に完成している。鉄道旅客輸送は国の独占ではないが、現在でもルーマニア全国レベルでの輸送は CFR が唯一の運営者となっている。しかしながら1998年以来 CFR は10%の路線を民間事業者に手放している。主要な運営者は SC リージョナル SRL、SC、 トランスフォーロービアグループ SA、SC レイジョトランズ SRL、SC サーブトランシンベスト SA などで現在、かなりの路線で運行されている。http://trend.transira.ro スラッシュこれらの鉄道事業者が運行している路線では、それぞれの事業者の事実上独占仕様で、CFR の乗り入れは許されていないため、<Emin> em> 総合運用が不可な路線として知られている。ペトロメディアサーブトランズを含む28の事業者は自ら所有する車両によって幹線で貨物輸送を行う権利を CFR から受けている。2005年一部の事業者は規約違反などから CFR にその権利が戻された。また同年 CFR の貨物部門 CFR マルファのミニエ化が発表された。 現在、CFR は国内において、以下の民間鉄道会社と連携強化を行っている。ありがとうございます。